ですすいません、さっき計算、取れ高、マザーガラス1枚から取れ高がいくらあるんだっていう計算で、計算がミスでおかしいなと思ってもう一回考え直しましたら合ってました。 6.1 インチっていうのは1インチが 25.4 ミリだから155ミリ、 C が155ミリ、これ対角線のやつをインチで表しますから、 iPhone11 のやつはここが155ミリです。そうすると三平方の定理で A2 乗、ここは A で B で A の2乗プラス B の2乗が155の2乗だから、155の2乗は24025、まあ、平方ミリというかね、24025です。で、この A と B の比率は、後でこの A と B をかけて面積を出すんで、まあ、仮にこれは12010足す12010が24025としておきましょう。それは12010のルートで、だいたい 109.5 ミリ。だから、A が109ミリ、B も109ミリ。で、それを三平方の定理にすると合うんで、で、じゃあ、マザーガラスが1800×1550 で279万、平方ミリメートル。279万を、109.5 の2乗で12000平方ミリメートルで割ると、だいたい230枚。230枚で、多分村井さんが200って書いたのは、ぶどまりを考えて200ってことだとすると、だいたいそうですね、ぶどまりというか、悪品率、良品率の反対の悪品率が、23だから 12% ぐらい出た計算ですね。以上です。